りいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は各駅停車の川場行きです。この先、川根両国、座間間、野本、川根小山、奥泉の順に停車してまいります。須磨岳温泉お越しのお客様、途中奥泉でバスにお乗り換えとなります。途中奥泉には、13時45分、雪岳温泉には14時21分、終点以下には14時58分の到着予定となっております。この列車2両編成となっております。運転席のついた前の客車のみ、禁煙車となっておりますので、ご協力をお願いします。この列車の出入口のドア、すべて手動ドアとなっております。走行中、出入口のドアを開けますと大変危険ですので、走行中には絶対に出入口のドアを開けないようにお願いいたします。次は両国、川根両国です。この車両は日本に3両しかありません。さらに左側、中部電力大井川ダムです。ここでアプト式専用電気管車を最後部に連結します。連結作業が終わるまでしばらくお待ちください。アプト一路、アプト一路です。お出口は左側です。次は長島ダム、長島ダムです。これから日本で唯一のアプト式で、次の長島ダム駅まで標高差約90メートルを約7分かけてゆっくりと登ってまいります。
右側前方、これから走る線路を見てください。あれが鉄道日本一の急勾配です。あの勾配は 1000m の距離を使って標高差 90m を上り下りしております。後ろに連結しておりますアフト式専用電気機関車、この坂を登るときは強力な力で押し上げ、下るときは強力なブレーキとなっております。先ほどのアップと一度駅までは後ろからディーゼル機関車が押してまいりましたが、この区間だけはディーゼル機関車を休ませてアフト式専用電気機関車の力のみでこの坂を登っております。ただいま一番前の運転席から遠隔操作されております。業務連絡内線お願いします。次のトンネルを抜けて右側をご覧いただけますと、長島ダムの建設工事現場がご覧いただけます。右側には長島ダムの建設工事現場がご覧いただけます。このダムは多目的ダムです。下流の日本市12町へ水を供給したり、大井川の流量の調整など幅広く使われる予定です。ダムの高さは109メートル、幅は308メートルの大きなダムで、平成14年頃完成の予定です。大井川水系では一番大きなダムで、この長島ダムができるために伊川線の一部が水没することになったため 4.8 キロ間を付け替え、そのうち 1.5 キロメートルがこのアプト式区間になっています。平成2年10月2日にこの伊川線のアプト式は営業運転を開始いたしました。約90メートルを登り切りました。まもなくアプト区間を終了し、長島ダム駅に到着します。ここでアプト式専用電気機関車の切られ作業を行います。切られ作業が終わるまでしばらくお待ちください。駅に着きますと、長島ダムについての説明がテープによって流れてきますからお聞きください。長島ダム、長島ダムです。お出口は左側です。降りのお客様はこの列車の後ろをお回りください。水が足りないことがないように灌漑用水を供給します。
のための水を供給することです。島田市、藤枝市、掛川市、八重洲市をはじめとする下流の町に水道の水を供給します。今皆さんがご覧になっている建設現場では現在ダムの本体工事が行われています。まず山を削る作業から始め、標高差約230メートルにもなる急な山肌を上から順番に削っていきます。削り取られる水の量は東京池袋3大ビル2つ分にもなる膨大な量です。それからコンクリートでダムを築き上げていきます。緑色の骨材プラントと黄色のバッチャープラントを経て作られたコンクリートをタワークレーンで谷底から順番に引き上げていきます。なお、この右下、平成15年持続国会、カヌー競技の開催地です。お出口は左側です。先ほどの長島ダムが完成しますと、この辺りも大きな湖になるところです。左側、対岸に見えていますのが、水没することになった元の一貫船の船とトンネルですそうです。9年ほど前までは、あの元の船のこの一貫船は発生しました。
通を放流しておりますと、水が放物線に沿って流れるようになっており、流れる区間流れがご覧いただけることがあります。ここで貯水された水は、増水管によって、下流にある特別な新鮮度となり、水力発電が行われております。ダムの下に見えていましたダムは川発電所です。降りの際には頭をぶつけないようにご注意ください。乗車券は駅員にお渡しください。53枚取ってます。これがご乗車ありがとうございました。終点井川井川です。お出口は右側です。1時間半。